界はアドラーズブルーの街。ジャンケンシュタイン博士の恐怖から街と城を守るべく、上司は英雄たちを召集した。夢と現実を行き来するウィル・オイスプ。ジャンケンシュタイン博士の笑いを愛し、忍びたちが姿を現した。今宵血の補修劇が幕を開ける。あなたが自分以外の誰かのために戦うなんて。地獄のサタンの恥ずかしさ。その腰についた氷炭の中身を分けて。喉が渇いてきた。任務を終えてからにし。信仰は何を教えようとしているの？要塞の中で我々は皆一つであるという。きちんとすれば。悪の権威が戦場に降り立った。やっほー！私に待って。魂をもらい受けるぞ。ドカン！ドムニックたちが巻き起こした爆発は古い木の扉を少しずつ、そして確実に削っていった。殴り物の死にで困る。あなたが寝ているところ見たことない気がする。瞑想だけで体は一撃。はい、血を震わせながらジャンケンシュタイン博士の怪物が現れた。見せて登場。帰る。
な攻撃が功を奏し、怪物は地面へと崩れ落ちた。悟っていた。アルティメット使えるよ。デジャブ知ってる？手当てお願い。激戦のさなか、ジャンケンシュタイン博士の最も強力な仲間が登場した。魔女が呪文を唱え、ジャンケンシュタインを獲得し、下手を獲得して再び蘇った。ビル・オイスクがジャンケンシュタインを獲得。彼女の高笑いが夜空に響き渡る。怪物と共に博士も倒れた。4人の英雄たちは疲れた体に鞭を打ち、報酬を受け取るべく城へと立ち入った。Baby!
players, mash up the players.